皆様、こんばんみ、こうめいでございます。大変遅くなりました。お待ちいただいている方はいらっしゃるのでございますでしょうか。今もうスタートしてるのかしら。なんか、タイの携帯が、うんともすんとも言わねえんですけど。あら、今なんか始まっているのかしら。オランダ今日調子が悪いんですよね、ネットが。おーい。おーい。君はどこにいるんだい？おーい。おーい。あ、いた。よかった。こんばんみ。よろしくお願いいたします。素敵。10人の不良ちゃんがいる。こんばんみ。よろしくお願いします。あら、ピロコ姉さん、ゆりこ様、こんばんみ、あき様、こんばんみ、ゆきこ様、こんばんみ、みほこ様、こんばんみ、なおみ様、眠さに負けずに、こんばんみ。OK。もし寝ちゃってもね、風邪ひかないでくださいね。だから、お布団の中で聞いたらどう？どう？今日もお風呂からこんばんみ。さすが、ひろこ。もう、携帯落としてしまい、本気で落としてしまい。疲れてませんか？こんばんみ。あたいですか？値はね、ラストスパートで頑張ってます。4時間半なんです。なんか昨日ね、4時間半が短いか長いかっていうと、まあ値のギリギリラインなんですけど、でもなんか結構なんか何？徹夜明けのハイテンションみたいな感じが今来ています。はい、ありがとうございます。ご心配ありがとうございます。リナさんこんばんみ。ボジョレ明けていい気分。受ける。夜勤明けでいい気分とかじゃないよね。ボジョレー明けてんだ。ボジョレーって今のシーズンでしたっけ？ボジョレーって、11月？どういうか、ゆりこさん、ボジョレーっていつ？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 あら、小沢様、こんばんみ。あー、グルミだ、グミケー。フーハーヘルメルフード？アムフード。イクベンフード、フード。どう？ちょっとオランダ語で話せるようになったんです、皆様。今日の締めくくりは、今日も切るわよ。笑いって今、鼻が鳴ったわ。ほんまに。かんこ様、こんばんみ。よろしくお願いします。みほ様、こんばんみ。眠いけど、今日はビールを飲みながら、正教か。正教のカタログ。あら、正教。ほんと便利よね。わかる。届けてくれんだもんね。実は、今まで2回携帯落とした。ひろこ、さすがだわ。今日で3回も落としてしまい。毎日落としてしまい。嘘。金子様、こんばんみ。ボジョレ、ボジョレ、今日解禁だったんですね。あら。ね、ボジョレってさ、白ワインもあんの？赤しかないの？あたいさ、ワインとかさ、マジ弱いのね。ビールも、なんかもうこのぐらい、ビールもこのぐらいで飲んだらさ、もうマジ酔っ払う感じだからさ、お酒とかマジ飲まないんだけどさ、飲んだとしても、トニックウォーターとビールを割るみたいな。その飲み方しかしないんですけど、こんばんみ。みどりさん、こんばんみ。そう。あ、そうなんだ。今年のボジョレどうですか？皆さん、じゃあ、ボジョレって白ワインの白もボジョレっていうの？赤しかないの？ミカさん、こんばんみ。薬師丸ひろこ、こんばんみ。ね、聞いてんだけど、誰か答えてよ。ボジョレって赤だけ？白もある？何が言いたいかって、うちの旦那は白しか飲まねえんだよ。だから赤ワインとか家にないから。わかんねえの。ねえ、ピロコさんさ、対処方針じゃなくてさ、ボジョレに赤があるのか白があるのかって話だわ。白もあるんだ。今日は飲み明けた。明日は血液検査だから。9時以降は飲めないの。辛いわ。じゃあ9時までに飲み切ったってこと？てか、明日は血液検査だから9時以降は飲めない？夜の9時から飲めないってこと？なんか、ユミコ、本当になんか、あれよね、不良よね。なんか素敵な不良よね。何飲むんですか、あたい？あたいはね、コーヒー。コーヒー今日、2.5 リットル目。本当体に悪いと思う。白しか飲めない人もいるんだね。俺はなんか超甘いやつ、なんか超甘いワインなら飲める。うん、あとは、なんかプラムワイン、プラムワインって何て、梅酒なんか日本酒でつけた梅酒とか知ってる？
焼酎、焼酎ですけど梅酒、青森ですけど梅酒とか、もうなんかすごい美味しいよ。なんかいわゆる梅酒じゃなくて、日本酒とか焼酎とか青森ですけど梅酒は最高。だけど超アルコール度数が高いからすごい悪けど。そう。あ、白ワインもボジョレあるんだ。なんかじゃあ買ってあげようかな。買ってあげようかな。喜ぶのかな、あの人。なんか自分の好きな銘柄じゃないとなんかの飲みもしないんだよね。だから俺あんまりなんか彼に彼の好きなものよくわかんないからさ、だからあんまり買い物とか自分で行かないんだよね。だってわかんないんだもん、何買っていいか。そう、さあ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 、もうね今日夜遅いからこんな無駄話はもう8分もしちゃいました、ごめんなさい。今日のテーマは何だか知ってます？今日のテーマは何だか知ってます？ギョミさんこんばんみ、中野明こんばん、中野明こんばんみたいな、青森飲んで運ばれました。え、お前あんた伸びすぎなんだよ、中野明本当に。え、中野みんなさ、ザルとかなの、お酒。あたいはもう本当に超弱い、超弱い。先生甘いお酒しか飲めないの、お子ちゃまかわいい。やだ、かわいいとかやめて、ほんまにそう思う。嘘嘘嘘、俺ね本当なんかアルコールがとにかくダメなんだよね。そう、アルコール飲んでなくてもさ、テンション高めだからさ、本当にちょうどいいみたいな。ドブロックかなって、ドブロックって何？ドブロックって何入ってんの？ドブロックってなんかこう、ドビみたいなやつをドブロックっていうの？それともなんか、ドブロックの中に入ってる青森とか焼酎を含めてドブロックとかいうの？お酒、ヨーグルトみたいにうまいのはうまいですよ。ドブロックってなんかあの、韓国のお酒？違う？お水と青森間違えて一気飲みです。バカか、秋。私も手前ドブロック作って、私も手前ドブロック作って毎晩。え、ドブロックって何？ちゃんこみたいな感じ？なんかありとあらゆる酒混ぜるって感じ？え、違うのかな、わかんない、ドブロックの意味が。このポーズは何々という、あ、そう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 、ごめんなさい、あの香織様からてめえくだらねえ話しないけどさっさと本題進めやって、お怒りのメールが来ました。怖い怖い怖い。ポーズの効果を言うなら、そう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 、全く飲みます。あ、よかった。薬師丸ひろ君飲めないんだ。あたいと一緒。いつも、いつも、いつも、あたしもいつも、シラフの酔っ払い。やだ、やだ、ナオミさん、ウケる。me too, me too。あと、ブロックは日本酒なんだ。米、麹、酵母で作るんだ。へえ、飲み会はお酒を飲まない方がテンションが上がります。ですよね、ですよね、ですよね。あたいはなんていうの、多分ね、あたいはね、なんだっけ、レインボーキッズ、レインボージュニア、レインボーなんとかみたいな感じだから、本当に、どこに行っても大丈夫。どこに行ってもなんかちょっと変な感じだから、浮いてるから、もうお酒の場でちょうどいいぐらい。私もビール飲みたいです。私もです。汗、ビール飲みたいです。やだ、香織様、ちょっと何言ってるか分かんない。日本語の数が少なすぎて分かんない。え？本題行きましょう、本題行きましょう。ね、これ、清美さんは何の URL を送ってきてくれたの？さあ、マッコリだ、そう、マッコリ、マッコリ。さあ、行きますよ、ちょっと本題、もう夜もね、更けてきたから。しかも、オランダは今日ね、なんか雨降ったり、やんだりなんですよ。本当に家から出たくない。でもね、今ちょっと、さっき雨、ガー降ってきて、ちょっとやんだので、雲が早いですけど、ちょっと空気は綺麗な感じです。でね、ちょっとオランダの景色から。こんなことやってる場合じゃねえんだわ。あのね、アイスワイン、そうなんだ、アイスワインも美味しそう。寒い地方、あー行きたい、温泉入りたい。あのね、今日のテーマは何かっていうと、忘れちゃった。ちょっとテーマを読み上げますね、読み上げますね。皆さん知ってる？今日のテーマ、今日は Day 16 です。ヨガティーチャーとして信頼を獲得する2つのステップのパート2です。パート2。で、このポーズは〇〇と言われています。で、あなたの質はわかります。皆さんどう思います？このポーズは〇〇と言われています。その〇〇に、じゃあ皆さんに質問です。素敵な先生だなって思う人は、この〇〇にどんな〇〇を入れると思いますか？素敵な先生だなって皆さんが思った先生が多分世の中のどっかにはいると思うんですけど、その時に、その先生たちはこのポーズは〇〇と言われてますって、その〇〇にはどんな言葉が入って
いる先生が素敵だなって思いますか？どうで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 しょう？どうでしょう？なんか、あたいが言われたことがあるのは、先生がさ、あたいがいくらお酒飲んでも別に飲んじゃダメだよって言わないから、すごい好きって言われたことがあります。クライアントに。すっごい仕事頑張ってるからさ、だからなんか、まあお酒でしか発散できないのかなとも思いながらさ、まあでもね、健康大切にしてほしいなと思うんだけど、でもね、なんかそんなの再三三四どっかに言われてるからさ、だからなんか俺が言ったところでしょうがねえなと思ったら、それが伝わりました。まあでもヨガの時にお酒はやめようねって言いましたけど。さあ、ねえ、みんな、一切筆が止まってる。ねえ、筆が止まってるよ、みんな。お酒飲めないけど、ビールの味が好きって、へえ、そうなんだ。へえ、俺、ビールの味嫌いなんです。なんかチェリービアっていうのがあるんですけど、それはね、美味しいね。ねえ、みんなさ、本気で打つ気ないの？これ。え、どういうこと？一切止まってるんだけど。じゃあ言うね、じゃあね。あ、来た、来た、来た、緑様。このポーズは長崎のおっちゃんと言われてます。ちょっと、それ私のことをディスってんでしょ。そう、長崎のおっちゃんのポーズっていうのがあって、こうやってね、こうやって。見える、見える。長崎のおっちゃんっぽくない？でも、実は長崎のおっちゃん、こうやって、平和記念像の、でっかい、すごい巨大な、平和記念公園の像、長崎のね、なんだけど、これね、マッツェンドルとかさ、ヨガでね、こうやってねじるポーズがあるんだけど、それを足を開いてね、ぐっと、これはまた気持ちいいわけですよ、ここが。それをね、あたいが勝手に長崎のおっちゃんのポーズとかって呼んでるんですけど、あ、続々来た、嬉しい。あとは、このポーズはこんな動作をすることでこんな効果ありますとか、こんな動作をすることでこんな効果があります。そうね。現実味のある明るい未来を言ってくれたら嬉しいです。へえ、現実味のある明るい未来を言ってくれたら嬉しいです。この電球は、すごい、ワット数が低いんですが、明るいです。みたいな。そういうこと？そういうこと？しかも、省エネです。みたいな。そういうことかしら。全然ちげえわな。ごめんなさいね。なんか旦那がさ、もうこの電球うるさくてさ、なんかその電球はなんか不効率だからつけちゃダメだよみたいな。じゃあ帰ろうやみたいなさ、なんか結構いつも思うんですよね。はい。血行が良くなる。酸素が運ばれて、菌を上がりよう。あ、確かになんか理論的にね、そうやって言われると、確かに素敵な先生だと思うよね。本を調べればわかるようなものを言わない。おうほうほうほう。じゃあ知らない知識を、なんかこう、知らない、どういうこと、どういうこと？本で調べればわかるようなことを言わない。例えばなんだろう。This is pen みたいな。全然違うか。確かになんか、いや、それお前じゃなくてもみんな言ってるよねとか、書いてあるよね、そこに、みたいな。確かに、確かに。なんかその、何？ごぼう抜き？違う。大根役者？なんていうの？なんか、決まったセリフを言うこと。みたいな。そういうことだよね、きっと。中野明が言ってるのは。体に効果がある。なんとかと言ってるけど、神話に基づいたことを言うのが好き。やだ、由美子。本当にあんた質問と回答が噛み合ってねえわ。でも確かにそう。マッツェンドラってさ、半魚人のポーズって言うんだけど、知ってる？さっきさ、俺ねじったポーズやったじゃん。こうやってねじったポーズ。あれマッツェンドラって言うんだけど、なんかマッツェンドラっていうおっさんなのかな？が、なんかその人人間なのよ。で、すっごい数少ない人間の名前がついたポーズって確か言われてたと思うんだけど、なんか、半魚人がさ、いつもなんか海べりでヨガやってたんだって。で、それをもうなんか人間ごときが真似してたんだって、ずっと。そしたらその半魚人が、ああ、君はすごく熱心だね。じゃあ、君の名前をつけたヨガのポーズをあげましょう。つんで、マッツェンドラっていう、ポーズの名前がついたらしいよ。そういうなんかちょっと豆知識、確かにちょっと上がるね、上がるね。そう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 。そういうことだよね。ユミコ、そういうことでいいんだよね。食べ過ぎたときに、なんて読むの？
懺悔のポーズとか言われます。懺悔のポーズと言われます。それ、ひらひら、それはさ、イエス、イエス、なんか、そういう先生おもろいよねって話。そういう先生も信用できるよねってこと？食べ過ぎた時の懺悔のポーズ。確かになんかギャグ要素があるっていうのは確かに素敵なことかも。効果効能、前向きな言葉が消え、確かに古くから伝えられる意味と現代的ならどんな解釈でどんな効能があるとか期待できる。あ、確かに香織様は確かにそうね。あの、昔からこういうふうに言われてるよっていうのと、今の現代ではこういうのが立証されてるよとかっていうとあるといいよね。初めてのヨガで効果効能言われて、ヨガの先生になりたくなりました。へえ、初めてのヨガで効果効能言われて、ヨガの先生になりたくなる。ヨガの効能を言わない先生っているの？リナ様。ていうかさ、リナさ、そんなこと言ったらさ、どの先生に行ったもさ、絶対ヨガの効能とか言ってると思うよ。ちょっとリナ大丈夫あんた。違うのかな、もっと深いのかな、深いのかな。ポーズに全部現れてくる。ポーズに全部合わせるんじゃなくて、アレンジして体の伸びる感じや自分に合う感じに伝えてくれたとき、あ、確かに美穂子さんもそうかもしれない。ちゃんと値のこと見てくれてるっていうことだよね。見てくれてるってことだよね。確かにそれはわかる。ヨガのポーズよりポーズを取っている人が体の内側を感じやすいように誘導してくれるのが好き。確かにそうだね。そうだね。その人の世界にちゃんと同調してくれてるってこともね。調べればわかるというのは、胃腸にいいとか、腰痛に効くとか、ふわっとした間違いでもなさそうで通用しそうな、誰にでも、類推しやすい内容。確かに確かに。そういう先生クソだよね。というかさ、でもそういう先生ばっかりじゃない？昔。いや、そういうこと言っちゃいけないね。なんか値がさ、一番最悪だと思ってるのは、じゃあちょっと今聞いてね。ゆっくりと呼吸して、そしてゆっくりと吐いていく。そのまま体を大きく開きながら、息を吐いてねじっていきましょう。このポーズはナッツェンドラというポーズで、こんな感じのポーズです。そのまま3呼吸をしてみてください。そして内臓がねじれている感じ、さらには温まってくる感じ、ゆっくりと深い呼吸を深めながら、体の内側からエネルギーが伸び上がってくるような、そしてお腹の中の深い呼吸とともに、体のエネルギーが燃え上がって脂肪が燃える的なと言われています。アホかみたいな感じ。てめえの主観はどこにあんだよみたいな。もう俺ね、こういう先生はおめえじゃなくていいよみたいな。てめえに金なんて払いたくねえよみたいな。いけないいけない、字が出ちゃった。なんかね、こういう先生の質は最低だと思う。はい、なのでなんかこう自分の言葉に、例えば値だったら、このねじりのポーズ、もうねじって気持ちよくね、ウエストがねじればいいわけよ。何でもいいわけよ。もう深くても浅くても何でもいいわけよ。ただ痛みがあると呼吸ができないから、痛くないとこ探してね。それでゆっくり深い呼吸をしてあげてほしいんです。で、例えば値とかはさ、なんかちょっとこうクリスマスシーズンになってきて、なんか甘いものとかさ、旦那が持ってくるから食べざるを得ないのに食べてんだけど、嫌いじゃないから。で、食べるじゃない。食べるとさ、やっぱり内臓がやられるわけよ。で、今日とかさ、やっぱり深く深めていけないのよ。なんかもう内臓がこう、値の食ったものに被爆してるっていうかさ、重たくて動かないから、じゃあ、なんか、実は今日、あんまりねじれないので、息吐いてぐっとお腹を、息吸ってリラックスして、で、ウエストねじるっていうのは、お腹の中のコントロール、腹圧、お腹の中って、空洞があるんだけど、そこをね、呼吸でキューって締めて、グッて開いてあげることによって、血流を少し良くしてあげるってことがあったりとか、固まってる筋肉を少し、ほぐしてあげるっていう効果があるから、深い呼吸だけじゃなくても、ちょっとなんか体調悪いなって人はもうね、なんかあぐらでもいいから軽くねじって、はい戻って、反対みたいな感じでやっても全然いいと思います。ただ余裕ね、できる人はもういつものように深く
まあ、セドラのポーズを取っていただいてもいいと思います。大切なのは、ウエストをねじって深い呼吸をしてあげる。もう、レベルは何でもいいです。うん、そうすることで、内臓血流を上げましょう。内臓は凝っている筋肉を、ね、結構お腹の中ってちっちゃな筋肉が多いので、そこがね、なんかすごいなんか、放置していくと、なんかびっくり腰みたいに、ぎっくり腰みたいになったりするので、で、それを予防するポーズ。が、まあ、センドラっていうようなヨガのポーズでありますよ。あとね、ねじりはもう基本的に何でもいいです。みたいなね、なんかこう、ヨガ風味でも分かるように、あとはなんかこう、いわゆるちょっと小難しい医学風味でも分かるようにっていうのをなんか結構目指してて、あたいがこうヨガにハマったきっかけは、まあ、なんかインストラクションでね、目指してるのは、西洋の知識も楽しみながら、東洋の知識もしっかりと楽しんでもらう。西洋の知識って、どっちかっていうと、もう完全にもう西洋って切って開いて中見てみたいな感じだからさ、中側こうなってるよみたいなことがあるわけよ。だからもう誰でも理解ができる。頭で。実際体が動くかどうかは別。でも東洋ってどっちかというと動いて感じてみたいなものだから、どっちかというと外側から見て、あ、こういう状態なのに、じゃあこれ試してみたら内側軽かもみたいな、外側からのアプローチが強いかなと思ってて、で西洋自体はもう体の根本的なものってこういうものだから、だから理論的にこうやって動かしていいじゃんみたいな、ちょっとなんか感情にかける。で東洋はどっちかというと感情っていうのかな、感性とかが強いから、それをなんかこうミックスしてあげるっていうのがすごく誰にでも伝わることなんじゃないかなと思ってて。そうそう。だからなんか俺的には、素敵な先生っていうのは必ず、こういうところにこういうことが書かれたり言われたりして、それは私はこういうふうに思っています、こういうふうに感じています、皆さんはどう思いますっていうような、ちゃんとなんか自分の意見を持ってて、さらにそれを皆さんに問いかけられるくらいの、ポーズと向き合ってる、ヨガと向き合って、自分でも練習してきてて、そのなんか皆さんにしっかりとこう確実なものを伝えようっていう努力をしている先生が、私はすごく素敵な先生だと思っております。そうなんです。そうアジャストで呼吸が深まり、ポーズが安定するとき、確かにそうですね。そうでね、アジャストって今ね、清美さんがね、清美さんでいいんだよね、アジャストって書いてくれてるんだけど、クソな人にアジャストされると体壊すから、あんまり信用してない先生には体触らせない方がいいと思うよ。うん、それがね、なんか理学療法士として思うこと、なんか、そのアジャスト方法違いますよねって先生結構言いますからね。はい。自分に合わないなと思ったら、ちょっと、今日すごくなんか皮膚が敏感で、あんまり触られると集中できないのでみたいなことを言ってもいいかな。なんか心がざわついてるので、今日アジャスト言いませんとか。なんか、そんな風に伝えても、俺だったら伝えるかな。うんうん、まあ、失礼のない程度に。翔様、NG ポーズ。NG ポーズ修正の時に何も言わずに体に触ってくる。いるんだよね、そういう不届き者。そう。ほんとクソだと思う。いるんだよ、結構ヨガの先生。あとはなんか、普通に足でアジャストかけてくるとか。なんか、日本人の感覚だとさ、またぐっていうことすらさ、プレイじゃん。だけど、まあ、海外だからなのかもしれないけど、いや、でも海外でもプレイかなとか、なんか、医療人とかさ、もうなんか、無言でまたぐとか、ざけんなみたいに怒られるわけよ。ないしは、患者様は神様っていうわけではないけど、やっぱりこう、どういうふうに一緒に治していきましょうかっていう相談をさ、やっぱり、その、患者さん主体でやらなきゃいけないしさ、そう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 、ヨガの先生って勘違いしてるやつ結構いるんだよね。うん、それはね、翔さんもわかります。挨拶が丁寧、敬重の姿勢があり、やだ、挨拶が丁寧とか、おはみとかすごい連打してるけど、そういう話ではないのかしら。やだ、怖いわ、挨拶が丁寧って言われてると、ちょっと自信がない。根拠がわかることを伝える。うん、そうそう、それがすごい大切。例えばその根拠が、なんかこう、ヨガスートラではこう言われてます。ヨガの古典書道で、私の流派ではこう言われてます。っていうところでも俺はいいと思うんだよね。ただ、その向こう側にちゃんと自分の解釈があるか、そのなんか、それを根拠を真に受けて何も考えずになんかこう、だから、その根拠はこうで、っていう、その向こうでも、私は確かに私もこれを思う。
これは本当にそう思うとか、ただこっちの教えに関してはちょっと私的には違うかなと思うとか、なんかその自分なりの意見がある先生っていうのは私は意外と素敵だなと思う。うん。その先生がなんかもうなんかすごいとんちんかんな方言ってたら、自分で考えてることは素敵だけど考えてる方向間違っちゃってますけどみたいな時はあるので、そこはねやっぱりなんかちょっと距離を置くようにしてますけど、確かに根拠があるっていうのはすごく必要ですよね。温泉に行った時みたいになる先生が好きです。心身ともに解放された感じ。のぼせるってことどういうこと？解放されるってことかな。ごめんなさい、みかこさん、日本語の意味がちょっとわかりません、ごめんなさいまあでもなんかリラックスができるみたいなことかな。うつ伏せになっているときに、後頭部押さえて鼻血出たことがある。何それ、それ裁判沙汰じゃね。やだ、そんな先生いるんだ。もし俺そんな先生に当たったらマジ訴えるけどね。あ、こう見てもね、なんか結構我が強いのよ。いや知ってるって感じ。そう、ありえない、マジか。あるインストラクターにアジャストされて怪我をしたとお客様から訴えられたことがあります。そうなのよ。実はなんか有名な先生、例えば、俺はなんでこんなことやってるかっていうと、結構多分日本中名の知れた先生とか、世界で名の知れた先生も、お前さ、本気でそれやっていいと思ってんのみたいなことをやってる先生多いですからね。わかんない。理学療法士から見て。で、運動的にも、それ、運動方向おかしいって分かってやってますって。それができる人って、オリンピック出れるとか、ヨガリンピック出れる人とか、なんかヨガの日本代表になれる人とかぐらいしかそれできないけど、先生、それいいんですかみたいな。でも、大体そういう生徒たちは、それに対して答えられないんだよね。自分ができちゃってるから。うん。そう。だから俺はね、結構なんか、必死で勉強もするところがあるんですよね。自分ができてもみんなができないと全く意味がないので、なんかあたいみたいな人を何も作りたいとも全然思ってないので、なんていうの、そんな、なんていうんだろう、あたいみたいな人を何も作りたいっていうのはなんかちょっと表現が違ったな。なんかすごい怪我をしまくってきたんですよ、あたい運動してて。それは関節が緩いとか体が柔らかすぎる、ないしは運動神経がある程度良かったので動けちゃったんですよ。だけど、その、運動の本質ではなかったんですよ。ただできる、みたいな。それが、やっぱり、間違った方法だったので、怪我をすごくいっぱいしてきたので、そう、みんなにはね、怪我をしてほしくないんですよ。フランクは OK です。ね、誰フランクって。フランクリンメソッドのこと？フランクって。ショウ様、フランクって誰？あたい友達フランクっていたっけな。ウエストハリントンにフランクいたけど、誰フランクって。フランクリン、フランクリンメソッド、フランクリンメソッドはなんかビジネスメソッドだよね。違うな、なんだろう、誰だろう。ヨガのヨガ人の先生、ヨガ人の先生、たまに足でアジャストいるよね。ヨガ系の、あのインド系の流派の人って結構普通に足でアジャストするよね。もうあれなんか日本人的には俺はすごい許せなくて、結構アシュタンガーとかもそうじゃない、わかんない。人によるのかもしれないけど、基本的になんか俺は信頼関係ができてない人には、あんまり足とかで、使うときも足でちょっと触らせてもらいますね、みたいなことを言うときがありますけど、うん。なんか、まあそれはなんか日本文化間の違いなのかなとか思うけど、でも確かに足でアジャストとかは最悪。今日ね、何が言いたいかっていうと、どうやって信頼を得るかって言ったときに、自分とヨガのね、スタンスをちゃんと表明できる先生がとっても素敵って俺は思ってます。それが広報に書かれてありました。それを暗記できました。いやいや、暗記しましたみたいな。てめえ、帰れやみたいな感じ。そんなの先生、プロって言えんのかお前みたいな。そう。なんかいるじゃん。そういう子たち。うん。なんか自分の世界観もちゃんと含めてお話ができる先生が私は素敵な先生だと思います。そういった意味でも、すごくなんか皆さんには解剖学とか医学の勉強をしてほしいんですよね。まあ、だから、こういうことを自分がやってるんですけど、そう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 。もうちょっといきましょう。ある意味、深い言い方、怖いです。
ごめんなさい。なんかさっきの話の続きだよね。あたいの頭がどっかに飛んでて、ちょっとなんかコネクションがある意味、深い、意味深な言い方怖いです。あ、俺の話？やだ、ごめんなさい。ちょっとわかんない。科学的にも、あ、これ言った。OT、OT として席が、OT、俺は PT、理学療法士。OT は作業療法士。主に、腕じゃないな。理学療法士っていうのは、元に機能を戻そうみたいな感じ。OT っていうのは作業療法士で、障害が出てしまったら、リハビリのスタッフなんだけど、障害があったら、その障害もどういうふうに活かしながら生活のスタイルに変えていくか、みたいなことをより強く PT よりもやる仕事が OT っていうんですけど、OT、ST、PT、ST は言語療法士のこと言うんですけど、整形外科で働いていますが、翔さん、OT なんだ。働いていますが、パーソナルトレーニングを受けて、怪我をしたという患者さんがよく、そう、トレーナーも本当クソが多いからね。クソバカ高いお金取ってんのに、怪我させるみたいな。もうヨガも同じだからね。みんな気をつけて、とか、勉強して、本当に。もうちなみに、11月25、27、29に無料のワークショップやるから。もうね、もうヨガじゃなくても大丈夫来て。なんでかっていうと、俺もトレーナーとかやってたし、陸でもトレーナー、水でもトレーナーやってたから、ある程度運動は全部大体把握してるから、トレーニング方法とか、トレーニング種目とかも把握してるから、なんかもうエアロビクスとか全然できないけど、多分エアロビクスの動作見れば、こういう解剖学はこうこうこうっていうことは言えるから。で、25、26、25、27、29に夜10時半から11時ぐらい、まあ20分から1時間ぐらいでやろうかなと思ったんだけど、とりあえず運動するなら体はこうやって動かしましょうっていうメソッドがあんのよ、俺なりの。で、それから外れたら怪我しやすいから気をつけてねっていうね、それを皆さんにお伝えしようと思ってるのよ。だから、なんかもう気になる人がいたら、ちょっともう連れてきて、もう無料だからさ、もうそっからさ、なんかもうお金後で取りますとか言わないからさ、まあ、実はその先に、有料のワークショップがあるんだけど、そうそうそう、それはでも来たい人が来ればいいからさ、でもその無料だけでも、多分ね、無料だけでも、2万ぐらい、3回か4回ぐらいのワークショップでやって、1回6000円ぐらいで以前やったことがあるのかな。だから内容的には本当すごい凝縮しちゃうから無料にしてるけど、でも基本的にこれとこれとこれこれこれやればいいですっていうのがあるから、ちなみになんかFacebook グループを作ってるんです。鬼滅の刃、全集中の水の呼吸かなんかで作ってて、そこに入ってきたら、なんかこう、1枚の紙ペラで、これが真髄ですみたいな。このワークショップのは全部これですみたいなのね。ちょっとなんかプレゼントをあげとこうかなと思うので。まだあげてないんですけど、もし、なんか興味のある方はいらしてください。メールアドレスと、参加に際してルールをしっかりこう入力してもらわないと、ご丁寧に認証しませんっていうメールをあたいの方から送らせていただくので、はい。ぜひそちらの方よろしくお願いします。そう、まあ、とにかく、なんで俺が理学療法を取ったかっていうと、もう運動指導者が医学の知識がなさすぎる、ないしは医療の人間が運動の知識がなさすぎるから、本当誰が困るって、クライアントが困るんだよね。要は病院行って何やれって言われて、それをフィットネス、ないしは運動の現場に持ってたら、その運動の現場の人間が分からない。で、運動の現場でやってることが、医者は何やってるか分かんない。本当、あいつら勉強しないんだよね。勉強しないって言ったら勉強してる人もいるから違うけど、でもすごくフィットネス医療の間に、すんげえでっかいマリファナ解剖みたいな、マリファナ解剖？マリファナ解剖？マリアナ解剖？解剖？みたいな、ふっけい溝があるわけよ。そう。それをなんとかして、わけよ、あたいは。わかる？もうね、もう寝たいわよね。もう1時間くらいになっちゃってるわよ。そう。それをね、なんかジュニアの指導とかさ、シニアの指導ももちろんだけど、してきてるからさ、あとトップアスリートとかも指導もしてきてるから、まあその経験を踏まえて、まあこれは絶対だよねっていうのがあるわけよ、当たり前に。なのでね、ぜひなんかそれを皆さんにご紹介したいと思います。いらしてください。URL みたいのはなんか下に貼っとくので、Facebook のなんかメッセージ欄、メッセージ、コメントとかに貼ってあるので。で、これ YouTube にも多分上げてるので、YouTube のところにも貼っておくので、ぜひ YouTube 見られる方は下を。クリックしてみてください。自分もしっかり勉強して、先生を見分ける力をつけたい。そう、見分ける力、本当につけて、ね、髪の毛をつかんで頭を下げさせたインストラクター。そんなのいるの？訴えた方がいいよ。訴えた方がいいよ。マジで？やめて、本当に。
何様のつもりでそんなことやってんだろうね。なんでそれが許されると思ってんだろうね。クソだよね。今はコロナでお客様に触れるアジャストは禁止されているので、言葉のアジャストを考える言いかけになってます。そうだよね。そうそう。その時にやっぱり知識が本当に必要だからね。ワークショップの動画、後で見られますか ?25 は出席できない。どうしようかな。どうやってしたらいいんだろう。ワークショップの動画、ちょっと考えます。ホームページのどっかであげるようにはしますので。はい。はい。ちょっとどういうふうにしたらいいか考えておきます。同じ思いです。本当そうですよね。先生を見なくてもわかる誘導をされる専門用語も言わずわかりやすく体を動かしてくれる先生がいて、それを目指しています。なので、孔明先生のお話はためになります。やだ、由美子。その先生は値ではないっていう主張をしてるのよね、あんた。怖い、本当に。ね、もう、値もね、もうまだまだ全然上を目指さないで聞いてないからさ、本当に誘導してる言葉っていうか、それが本当にもうビン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 心に伝わる。本当にマジ、キャリスマになっていきたいわよね、思いっきり。いや、ゆうこ、本当にマジで髪引っ張る先生とかいるんだ。俺だったらもう切れてるけどね、その場で。ざけんなよ、てめえ、みたいな。もう完全に弁護士と警察に電話だよね。こういうことがあったんですけど、どうします?みたいな。マジムカつく。インド式のアジャスト、足使ったりするんだ。まあ、インドとかはね、文化の違いかなとは思うんだけどね。でも、インドの先生って、そこまでやっぱり勉強してきて、そこまでリスペクトされてるからこそ、そういうのがまかり通るのかもしれないよね。あたいはインドに呼ばれたことがないからさ、まだインドに行ったことないんだけど。でもね、それをね、美徳としちゃってるアホがいるからね。本当にマジそういうやつらは締め殺したいよね。まあね、マイナスを言ってもしょうがない。マイナスを言ってもしょうがない。でも、あたいたちにできることをやりましょう、みんな。あたいたちにできることをやりましょう。そう、まあ、ここにね、参加してきてくれる方々自体は、多分まあ、解剖学とか理学療法士とか、あとは孔明イケメンとか、ね、そういうところに惹かれてきてるのかなって思うから、だからまあ、特に3番目は、声高々に、SNS とかで、あ、今日もイケメンに会えて幸せみたいなことを送っていただくと嬉しいです。うそうそ。ぜひ、なんでこの動きはダメなんだよ。なんでこの動きがいいんだよ。ヨガのポーズって古典ではこう言われてるけど、西洋医療ではこうだよ、みたいなね。そこをね、ちょっと皆さんの中で、ぜひぜひ、しっかりと明確に色分けできるように、していってほしいなと思います。例えば、今日も切るわよもそうなんだけど、俺のホームページに入ってきていただくと、無料動画とかもあるんです、実は。なので、そこでいくつかヒントをあげたりするので、結構、結構というか、値的には、こんなの無料で出しちゃっていいんですか?他でやってる人いませんけど、ぐらいのクオリティをやってるつもりでいるんです。というか、多分。どうどう?みんなさ、やだ、翔様、孔明イケメン。どう?この女どもはさ、イケメンって言わずにさ、もう唯一の男性がイケメンって言われちゃう。やだ、ちょっと後でミーティングしましょう。嘘嘘嘘嘘。もう寝てください、日本夜だから。そう。何が言いたいかっていうと、あ、そう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 。多分ね、そこそこ、いや、絶対に価値はある。価値はある。で、もし、OT とか PT とか、翔様とか OT でしょ?医療職の人で、孔明言ってること違うよっていうことがあれば、ぜひメッセージください。俺も全然完璧ではないので。なので、ただ自分が今思ってる、これは絶対正しいよ。絶対っていうか、これはある程度自分の自信を持って正しいよって言えることをなるべく言うようにしてるので。なので、ぜひ、俺が間違ってることがあったらね、全然、訂正しますので、教えてください。はい、お願いします。ズームでヨガを再開して、肘の痛みが強くなった時に、孔明先生に出会って、本当、肘の痛みがなくなりました。嬉しい。やだ、嬉しい。体の使い方を教えていただいて、私の中では神です。やだ、神、嬉しい。あ、イケメン。あは余計だよ、緑。ゆみこ様、それはね、イケメンっていうのは、ちょっと漢字が違うかな。イケメンはどっちかっていうと、カタカナかな、漢字ではないかな。そう。で、本当に体の使い方って、俺がもう本当にことごとく、もう病気っていうか、もう整形外科のオパレードみたいな、もうすべての関節、もう不備がありますみたいな感じなの。それはもう柔らかく使いすぎてきたからなんだけどさ。そう。
だからこそみんなにも怪我してほしくないんだよね。もうだって俺なんでさ、もう今、やりたいヨガをすると、もう体がすぐ壊れるから、もうだからやらない。だってロゴが絶対にやばいことになるから、旦那より先に死ぬぐらい。旦那23歳上なんだけど、旦那より先に死ぬぐらいの体の使い方、体のボロボロ感だから。そう、それはね、ちょっとなんか嫌だから。だからもう、それをなんとかこう自分でうまく、死ぬまで元気にいたいわけよ。死んでも元気にいたいわけよ。そう、それが運動の世界はなんか全然できてないから。そう、だからみんなにはそれを伝えたいんです。よろしくお願いします。ということで、来月25日、27日、29日、ワークショップやります。来てください。お友達誘ってきてください。全然無料なので、本当に気軽にいらしてください。はい。待ってます。さあ、今日の孔明の一言、何にしようか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 。いろいろイケメンです。やだ、ありがとうございます。孔明先生、私も出会えて本当によかった。あなたに会えてよかったね、きっと私。これ誰の歌？小泉今日子？何の歌これ？全然覚えてないんだけど。来月じゃないです。今月です。今月で11月だよね。だって来月25日とかさ、いやじゃね？クリスマスとか年末年始。どんだけ暇なんだよって感じじゃない？来週、俺来月っつった。来月っつった。来週、来週、来週、来週でした。もうそんな年なん、そんな年なんだね。そんな年の瀬なんだね。来週です。ごめんなさい。翔様、来週でございます。リーナ様、来週でございます。よろしくお願いします。そう。で、今日、孔明の今日の一言。今日の一言。おめえの心はどこにあんだよ。おめえの心からの言葉を聞きてんだよ、俺は。さあ、皆さんご一緒に。皆さんご一緒に。今日は信頼関係を築くための、大切な二つのステップ。パート2でしたよね。OK？ さあ、皆さんご一緒に。俺はおめえの心からの声を聞きてんだよ。そんなどっかに書かれてるようなことじゃなくてさ、もっとお前が経験したことを教えてほしいんだよ。それが正しくなくたっていいんだよ。俺はお前のレッスンに来てんだよ。お前のエネルギーを楽しみに来てんだよ。お前の心からの声を教えてくれよ。どう？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 こんな感じで。こんな感じで。ちょっと長すぎた？しかもなんか2回目のセリフ全然1回目と違いますけど、みたいな。まあそこら辺はみんな適当にね。そう。とにかく、なんか先生だったら自分の心からの声をちゃんと乗せてあげる。それが、大切なのはその人に完全に伝わることじゃなくて、その人がそのポーズを通して、なんか自分に合うものに変えてもらうっていう、そのヒントを作ってあげる。教えてもらうだけじゃなくて、その人の中にヨガっていうものをもっともっとなんかこう、膨らませてあげるような、そんなトーキングができる。そのためには、やっぱり解剖学とか体の知識も必要だし、ヨガの文化的なこととか、宗教的なこととか、哲学的なこととか、あとは、やっぱりなんか、なんだろう。楽しくどうやってその人が生きれるかなみたいなね、ヒントを前提に、こうぜひ、言葉がけをしていただけたらいいかなと思います。それでは、本日も、新宿二丁目風味、バー、のろちんこへお越しいただき、ありがとうございます。そろそろ閉店のお時間となります。皆様、どうぞ素敵な丑三つ時をお過ごしくださいませ。寝冷え厳禁。今日なんか日本あったかったそうなので、床で寝ないようにしてくださいね。OK。それでは皆さん、おやすみなさい。今日もありがとうございました。明日もね、多分ね、10時ぐらい、夜の10時ぐらいから行けそうです。それでは、バイバイ、おやすみなさい。プチプチ。